こんにちは、山中もとむです。今回は津軽の奥座敷とも呼ばれる青森県の大鰐温泉のホテルを紹介します。源泉かけ流しの露天風呂もある老舗の温泉旅館、気になるという方おすすめの内容になっています。今回紹介するのは富士屋ホテルという旅館です。一言で言うと、ゆっくりくつろげる温泉旅館です。露天風呂があり、ゆっくりとお湯に浸かりながら外の景色見て疲れを癒せる空間になっています。外の露天風呂以外にも内湯があり、こちらでもゆっくりと体を洗った後、温泉の中でくつろぐことができます。洗面台の部分もきれいに整備されています。部屋の中入っていきます。私が泊まったところは一人用でしたが、大きな空間が保たれていた和風の座敷の部屋でした。扉を開けて中に入ると、畳の上に布団も敷かれていました。畳の上でゆっくりとくつろぐ、さすが和風の温泉旅館という部屋になっています。部屋の中にはテレビもありますし、お湯を沸かすポットもありました。お手洗いもきれいに掃除がされていました。また別に独立した洗面台も用意されていて、余裕を持って過ごせる部屋の作りでした。部屋の窓からは川沿いに並ぶ青森県のローカルの日本の風景を眺めることができます。例えるならば、某ダーツの旅で出てきた景色をまったりと楽しめるという感じです。ホテルの中には仏像が並べられたちょっとした展示スペースもあり、また老舗旅館ということで王子を偲ぶ写真も飾られていました。受付のそばにはお土産を買うコーナーもあります。日本庭園も敷地内にはあり、ゆっくりのんびり過ごせる旅館になっています。また青森県の津軽の奥座敷とも呼ばれる大鰐温泉の美味しいローカルグルメについては別のプログラムで紹介しているので、気になる方はそちらもチェックしてみてください。温泉に入ってゆっくりと疲れを癒したい、のんびり和風旅館で過ごしたいという方、参考になれば幸いです。参考になったという方はいいねの高評価、またチャンネル登録お願いします。それではまた次回お会いしましょう。